MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はちょっと企画ものをやってみようかと思いまして、というのも、まあ、あの公園で、久しぶりに、ブルヘッドをやってみたりとか、まあ、四毒ホーネットをやってみたりとか、あの古いバギーを引っ張り出してきて遊ぶ機会が増えてるんですよね。まあ様々な事情があってということになるんですけれども、まあ、そんな中でプロポも結構古いプロポを引っ張り出してきて使ってることもあるんですよ。で、まあ、ここにあのちょっと見えてると思うんですけれども、かつて、私が使ってきて、まだ残っているプロポ、ちょっとあの残っていないものもあるかなというところなんですが、はい、大体残ってました。で、それをですね今から、見ながら重さをですね測ってみようかなと思います。特に最近のハイエンドプロポって軽いんですよね。特にその重さというところが、まあ、注目ポイントの一つになっているかと思うんですが、果たしてどれぐらい違うのか、はい、見ていきたいと思います。で、たくさんありますので、まずはエントリー。こちらからいきたいと思います。はい。往年の名機、ダッシュ S です。3話制ですね。はい。もうこれが最初のプロポでした。はい。で、赤です。2バンドです。これ、懐かしい。で、これスティックのところはね、これどこのメーカーだとか忘れちゃいましたけど、オプションの、なんかちょっと反応速度が速くなるみたいなやつに変わってます。覚えてるわ。埃が半端ないっすよね。ただただもう家に残ってましたというだけのものなんですけれども、ダッシュ S。で、同じような、まあ、ダッシュシリーズなんですけれども、これ今ブルヘッドで使っている方ですね。新しい方のダッシュ。これは、セイバー、ダッシュセイバー X っていう、これリバーススイッチなどがついている新しい方なんですけれども、まあ、これもスティックプロポですね。で、今回スティックプロポはこの2つということになっております。で、古い方からいっちゃおうかな。これがマシンエースじゃないわ、マシン1。はい、マシンエースも持ってたんですけど、マシンエースはちょっと見当たらなくて、マシン1があります。これ40メガ帯のプロポですね。これ非常に人気のあったもので、はい、名作というか名機ですね。で、多分これがその次かな。エムゼクス、私が持ってるのこれエムゼクスです。はい、ちょっとねもうこうステアリングのここのスポンジがもう取れてなくなっちゃってるんですけども、はい、エムゼクス、これももちろん40メガヘルツモジュール刺さってます。で、次がね M8 になります。で、まあ、これももちろんこうホイラータイプのプロポで、これもだいぶ使いました。はい、M8 ですね。それからこれですね M11、はい、これまあ40メガ帯のこのモジュール刺さってるんですけど、ここをねミニッツ用の、モジュールに変えることもできるんですよ。で、まあそのモジュールも持ってるんで、ミニッツ遊ぶときにこのプロポ今でも使うっていうような感じなんですけど、はい、まあ実際全然遊んでないですけどね。で、 M11 の次が M11X です。M11X こうなっております。もうこれモジュールが、ね、2.4GB になっている 2.4G 最初の分です。私が持ってる 2.4G M11X で、その次がねここに行くんですね MP4S。 ちょっとね M12 には私行かなかったんですよ。その頃はもうがっつりレース出てるっていう時期でもなくて、まあタミグラなどにも全然出てなくて、で、まあちょっとお手軽に遊びたくて、軽くていいぐらいいい感じという、まあミドルクラスのプロポということで、もちろん性能は全然問題なくいいものなんですけれども、なんせ軽い。で、しかもこれね、ノーマルの電池ボックスの分じゃなくて、これリポ電池、リポバッテリーを別で買って入れてるんですよ。はい。ですので、より軽い。ことになってまして、今でもこれめっちゃ軽いんですよ。多分これ一番軽いんじゃないかなと思うぐらいですね。そして今使っている M12
12じゃあ M17 やっちゃう M17 ですね。はい、これです。これ限定で売られていた青いタイプのやつかな、赤と青とね、発売された分だと思うんですけども、青です。でまあ以上3話シリーズずらーっと使い続けているんですが、まあこういうこれもせっかくあるんで、ファインスペックのプロボ、これタミヤですね。はい、これXP じゃないや、なんだ、初心者さん大歓迎 TT02 を使ってる時にこれを使っております。ファインスペックというタミヤの入門用のプロポセットに入っている送信機ということになりますね。はい、以上のラインナップとなっております。この紹介だけでもうめっちゃ時間使いました。えらこっちゃ。ではですね、ここからパパパパパッと、はい、重量を測っていきたいと思います。それではこちらの測りで測っていきます。まずはこれですね、ダッシュ S からいきますが、はい、これ電池が入ってないので8本乾電池入れていきますね。電池を入れている状態として測っていきます。はい、こちら出ました、585586になった、586g、 あれ、はい、となりました。で続いて、電池8本そのまま残しておいて、次ダッシュセイバー X いきます。ドーン、お、いい勝負ですね。ちょっと軽いな、577g、 今のところ最軽量、あ、578になった。1g ぐらいはまあまあね、こう揺れてることとかの誤差範囲かと思いますが、さあ現在一番軽いのはダッシュセイバーです。続いてマシーン1いきましょう。これ電池入ってないはずなので、これに8本電池を入れた状態ということにしますね。電池を置いたままいきます。乗るかな、よいしょ、ちょっと大きいんですよね。よし、いきます。おおおお、はい、どこにも乗ってないね。はい、ちょっと重たいな、804g。 上からちょっと見えない。これで見えた、803になった、803g。 はい、803g となりました、マシーン1。では次 MZEX も炭酸8本ですので、これこのまま乗っけときますね。 MZEX、 よいしょ、これもだいぶ使ったんですよね。あ、一緒、マシーン1と MZEX 一緒だ、 803g。 わあ、 1g 範囲まで一緒、すごい、同点です。あ、カメラ叩いてる。大丈夫ね。はい、MZEX はマシーン1と一緒でした。で次 M8 なんですけど、これね、実はモジュールが今刺さってない状態なので、こっち M11 についているモジュールをこちらへとりあえず移しますね。これ多分使い回しが効いたはずなんですよね。これね、これね、今モジュール刺しました。はい、で電池はこれバッテリー式になってますので、これも炭酸いらないんですよね。炭酸8本いらないです。こっからあとは全部バッテリー式になってたかな。で 0g になってますよね。一応0合わせておいて乗せます。 M8、結構僅差ですね。833g。あー、なるほど。M8 ちょっと重たい。この中では今までで一番重たい。だからこの頃は新製品が出るたんびに重たくなってるんですね。これもちょっとモジュール外しまして M11 に装着します。はい。M11 もバッバッテリー式ですので、これニッカドバッテリー、ここに入ってるんですよ。バッテリー入ってますね。これでいきますね、 0g。 はい、じゃあ M11、 これ結構重たいんです。多分これが一番重たいんじゃないかな。いきますよ、よいしょ、うわ、900超えました。見えてますよね、 907g。 M11 は 907g となっております。ちなみにこれ 2.4G のモジュールっていうのもあるんですよ。
でそれも持ってたんですけど、まあ、とりあえず今はいいや。あ、なんかおかしい。大丈夫。で、一応このモジュール使うのはここまでなので、次は M11X いきますね。ここからはもう完全に 2.4G ということになります。載せます。よいしょ。あ、軽い。787g、 あ、見えてない、787g ですね。 787g ということで、 M11 をピークに軽くなったんですね。 M11X で、それでもやっぱ私的には重たかった。で、この頃世間では M12 がね、出てきてたんですよ、ハイエンドでは。ただ私それ持ってないので、この MT4S のリポバッテリー仕様、これめっちゃ軽いですよ。ほら、479しかない、 479g ということは、このダッシュ S よりも軽いんですよ。これよりも軽かったんです。まあ、あの電池の数がね違うんですけど、やっぱ軽い。うん。さあ、そしてM17 出てまいりました。 M17、 さあ意地を見せてくれるか、479を超えられるのか。ドン、あ、ダメ。 521g、 やっぱりな、 521g。 それでもハイエンド系ではダントツの軽さですよね。M11 が900超えてたんですから、400g も軽いんですよ。そりゃ楽だわ。さあ、そして番外編的な扱いになりますが、このファインスペックですね。これは電池入ってます。でも4本なんですよ。今のプロポってほら。スペースはあるんですけど、電池入れるスペースはあるんですけど、もう全然入れる必要がなくて、これ4本だけ。さあ、軽いわなっていう。というかね、なんでプロポそんな、いつの時代にそんな電圧っていうか、低く使えるようになったんだろうっていう感じなんですけど、これ2つ閉まんなくなっちゃう。どっから閉まるのか。はい。では、いきます。これもめっちゃ軽いですよ、これ。431g というのは、今日測った中で、最も軽い記録、430だったな、430g、最も軽い記録となりました。おめでとうございます。最軽量になったのは並み居る三和製プロポを押しのけて、タミヤのファインスペックとなりました。まあ、ある程度想像はついていましたけれども、はい。まあ、子供さんが持つにもね、女性の方が持つにもやっぱり軽い方がいいということで、このファインスペックはおすすめということになりそうです。まあ、もちろんこのあたりも全部プラスチックで、使える機能もね限定的で、まあ、あくまでも初心者向けという位置づけにはもちろん変わりないんですけれども、この辺のグリップの握り方なども含めて、本当よく考えられた構造になっていますので、まあ、これはこれでよしとしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。ずらっと三和製のプロポが並んでましたけれども、一番軽かったのはタミヤ製ということになりましたね。まあ、私のメインで使っているのはもちろんこの M17 ということで、ハイエンドの中ではまあ過去に類を見ない軽さということになっておりますので、今後もこれがメインということは間違いありません。一方でこちらですね、 MT4S、 この17よりも軽いということが最大のメリットなんですけれども、エンジンカーこれでやってるんですよ。やっぱりね、ポケットのレース A ファイナルの場合20分あるんですね。これずっと操作しっぱなしなんですよ。持ちっぱなし、やっぱり結構腕に来るんですよね。A メイン走ったことないですけどなのでまあ、いずれね、どこかいろいろこうレース挑戦したいなと思ってますので、エンジンカーとか長時間持つ場合はこっちで、とにかく最高スペックという意味ではこっちというふうに使い分けていこうかなというふうに思っております。あとね、まあ、今回のこの企画のために実家から引っ張り出してきたこの古い2つのプロポ、ダッシュ S、 それからマシン1なんですけれども、いずれも当時の名機として、まあ、歴史に名を刻んでいるプロポじゃないですか。ですので、まあ、これも企画でね、ちょっとまた
久しぶりに使ってみたいなというふうに思いましたので、また何かしら古いシャーシをこれまた引っ張り出してきて、当時のメカを乗せて走らせてみたいなと思っておりますので、もう今回この動画をご覧いただいて、まだチャンネル登録いただいていない方はぜひですね、この機会にチャンネル登録、そして、よければ高評価ボタンも押していただけますとモチベーション上がりますので、ぜひですね、今後もよろしくお願いいたします。